どうも、お酒は立ちなってかまさやんです。こんばんは。今日は2021年の1月の25日です。はい。こだわりレモンサワーレモンドカミソリレモンドライ飲んでおります。いいね、切れ味がいいね。今日はですね、また引退について語るんですけども、まあ、ヒカネルさんの引退動画以来ですかね。はい、今回はサムネの通り、土地神さんが引退されましたということで、もうすでにね、今シーズン手帳遊兵を終わられて、まあ、インストールされたということで、ツイッターで表明されておられました。まずをもってね、土地神さんお疲れ様でした。で、私がね、土地神さんの名前を知ったのは、いつだったかわかんないんだけども、鮮明に覚えてることがありまして、第三号室やっててね、なんか、二人ほど、めちゃめちゃ赤くて、めちゃめちゃ課金してる人がいるっていう噂を聞いたんですよ。で、一人目が、ジンエモンさんという人。はい、ジンエモンさん。まだ、第三号室いらっしゃるでしょうかね。うん。で、もう一人が、土地神さんなんですよ。もう二方の多分4桁万円。4桁万円、余裕でいってんじゃねえみたいな話ですね。4桁万円ですよ。羨ましい。でね、まあ、この、まあ、第三国志、まあ、ソジャゲなんですけど、無課金でもプレイできるんですけど、まあ、そういうね、まあ、私もね、課金させてもらってますけども、まあ、そういう、まあ、すごく、まあ、課金して、くださる方々っていうのは、まあ、それでね、まあ、運営も、いろいろ、まあ、人件費払ったりね、開発費とか、まあ、いろいろあるね。まあ、そこの、まあ、で、やれてるわけでございますから、まあ、ありがたい話ですよね。そういう方がいらっしゃるからこそっていうのもあると思うんですよ。うん、お金がなきゃゲームなんて運営できないんですから。うん、ということで、まあ、とんでもねえ人がいるという。まあ、その土地神さん、その後多分 Twitter アカウント作られて、私自身はね、多分同じサムナって1回ぐらいあるのかな、ちょっとわかんないんですけども、なんかちょっと戦ったことはあるような気がします。程度の。関わりだったんですけども、土地神さんからはね、結構いろいろ、私には絡んでいただいて、本当にありがたい。私なんかに絡んでいただいてありがたいんですけども、で、その後ずっと、いろいろ、第三国志のね、お話を、まあ、メッセージとかも通じていろいろ語りながら、一番お世話になったのは、本当大歓喜をぶっ壊す時の動画で、本当、土地神さんが全部ね、舞台を、紹介というか、していただいたのを、そのまま僕が、やったっていう感じで、すごいお世話になったなっていうのがあります。うん、で、その後は結構、まあ、ビジネス的な、まあ、YouTube の、まあ、こととか、まあ、そういう第三国志のこととかをアドバイス的にね、いろいろいただきまして、昨日もね、話してたんですよ。ちょうど引退されて、僕、ちょうどライブ配信前、直前だったんですけど、ちょっといろいろお話とかさせていただいて、ありがたいなと思ってて、まあ、その中で土地神のことをね、詳しくは全然知らないんですよ。僕も土地神さんのこと全然詳しくは知らないんですけども、話の内容とか、まあ、仕事されてる内容とか聞くと、まあ、とんでもねえ人だと、まあ、とんでもねえ人だと思います。うん、まあ、とんでもねえって言ったらわけをちょっとわかんないけど、うん、まあ、もちろんそういうね、お金もすごい持ってらっしゃる方、いろんな、まあ、ビジネスをされてらっしゃる方だと。で、土地神さん人気って今、今日ツイッターで土地神さんがさ、質問箱あれ溜まってたから、全部バーって答えたんだよって言われてたんですけども、質問箱っていうアプリがあって、それツイッターと連携してるんですけども、その、土地神さんに対する質問が、まあ、第三国志より最近は、資産運用とか、企業に関することとか、まあ、普通の一般的なプライベートのこともあるんですけど、恋愛のこととか、まあ、いわゆるもう本当、人生相談みたいな。そのアドバイザーみたいな形になってるような気がしてて、うん。で、みんなも分かってるでしょうね。この人すげえぞと。やべえぞと。いうことで、まあ、詳しくは僕も分かんないんだけども、
でも僕も前から言ってるように、次誰と飲みたい、オフ会したいって言ったらもう間違いなく土地神さんだなっていうことで、コロナ落ち着いたらなんとかアポ取って飲みに行きたいという思いは、まあ本当にそんな簡単にアポ取って飲める方なのかっていうのはちょっと分かんないですけど、ね、で土地神さんブログやられてますよね。ブログ土地神さんの舞台でお世話になった方も多分たくさんいらっしゃるんじゃないかな。で赤いんですよね、もちろん赤い、みんなもうめちゃめちゃ赤い、もう真っ赤じゃない武将、まあ、超限定とかさ、まあ、期間限定のあるじゃん、ダッキとかマオイとか、ああいうのはまあ赤くないにしても普通に手に入れる武将とかは全部赤いんじゃないかなと思ってて、で赤い人って強いじゃないですか基本。赤いのは強いっていうのは、多分赤いっていうのはステータスが高いからめちゃめちゃ高いじゃないですか、強いっていうわけじゃないと思うんですよ、うん、そういう超赤い人たちって超課金してるってことじゃないですか。で超課金してるってことは超金持ってるってことです。で超金持ってるってことは何かしらその例えば経営者だったり、何か事業ビジネス的に成功してらっしゃる方、まあ資産家かもしれないけど、そういう方っていうことですよね。そういう方ってめちゃめちゃ頭いいと思うんですよ。なのでまあその中で、その、ね、成功を得た、まあ、そういう経験とか理論とかそういうのをこの第三国志に生かしてさ、もちろん同盟運営だったりっていうのもあるかもしれないし、そういう舞台編成っていうのもあるかもしれないけども、やっぱ頭いいんだよね絶対、みんなめちゃくちゃ頭いいじゃないとそういうのし上がれねえもん、うん、ってことなんで赤い人は超強いっす、やばいっす本当に。で、まあ、土地神さんなんですけども、そのツイッター続けられるんですかって聞いたら、あ、続けるよと。第三国志はね、やめたけど、ツイッター続けるということだったんで、僕もすごい、本当いつもね、メッセージいただいてありがたいんですけど、私自身も、まあ、これから別にこう、土地神さんからなんかさ、第三国志の今後のこう、行方末とか、その第三国志のユーザーとか巻き込んだ、まあその企画とか、まあそういうのもね、ちょっとお話いただいたりして、でけんだよ、もうでけえよ、でかすぎる、俺はもう無理と思って、私自身のその、今の YouTube のこの活動っていうのは、まあ普通にね、趣味の延長として楽しんで、まあ副業としてね、今会社から認められたので、正式に。まあ副業としてぼちぼちやらせてもらったらいいかな、もうちょっと大きくしたいけどっていうのは思いはあるけれども、まあ、ぼちぼちやらせてもらおうかなっていう思いの中でね、土地神さんの提案とかなんか思いとかなんかそこから企画のちょろっとそういう触りを聞いただけでもでけえでけえよそれと思いながらもういつも聞いてました、うん、土地神さんから来るメッセージとかのどう返そうかすげえ迷うんですよね、うん、いやーみたいな悩みながらいつもね返してるんですけど、でもツイッターを、まあ、継続されるということなんで、本当これからもご指導ご鞭撻の方でよろしくお願いしますということで送らさせていただいていいよということで本当にありがとうございます。第三国志ってね、前も言ったけども、そういうストレテジー系っていうのは本当に 3,40 代の男性がまあ主要のまあユーザーなんですけども、その中で本当にめちゃめちゃ課金してる人、言うならばそういう経営者とか、まあ、社会的に地位を得てる人とか、まあ社長だったり経営者だったりチームリーダーだったり、いろんなそういうまあクリエイターで成し遂げてる人もいっぱいいるし、その中で、うん、やっぱり人脈っていうか、うん、せっかくここで出会って築き上げた人脈っていうのを生かさない手はないと思うんですよね。もちろんゲームやってウェイもいいんだけども、まあ、せっかく出会ったんだからさ、僕もすごいたくさんの人とリアルに知り合ってさ、その中でいろいろお付き合いねしながらこうその中で生きるヒントとか、うん、っていうのもたくさんもらってるし、うん、この第三国志 YouTube 続けてねプラスになってるものはたくさんあるので、まあ、その人脈を、まあ、生かさない手はないなと思ってる次第でございます。はい、ということでね、土地神さんとはちょっとどんな方かまだ分かんないけど、最終的にもしかしたらとんでもない人と話してるのかもしれないけども、まだ
私はそこ追いついてないレベルだけどもね、まあ、自分自身追いつけるように、そしてもうちょっとね、もうちょっとでかくしようか、チャンネルを、うん、って言いながら、でもそんな僕おっくりになることはないんですけどね、みんな同じ人間だと思ってるし、うん、まあ引退したと言われましたけど、またね、復活、突如復活するのも大歓迎でございますしね、他のゲームでももしかしたら出会うかもしれないし、はい、ということで今日は年神さん引退ということでございましたけども、本当にお疲れ様でした。で、今後ともよろしくお願いしますということで、お酒は出しなきゃいけませんでした。ありがとうございました。